はじめまして、ルルキッチンの高田です。まずですね、ルルキッチンってどんなところっていうことを説明したいと思います。ルルキッチンはですね、赤ちゃん連れ OK の料理教室になっていまして、赤ちゃんをですね、おんぶして、こんな風にね、おんぶしてレッスンを行います。おんぶしてても簡単にできるようなレシピになっておりまして、やっぱり赤ちゃんいるとね、そんな手の込んだ料理できませんので、簡単にできる料理を教えております。ここからはルルキッチンの料理風景を簡単にご説明いたします。講師の私が皆さんの前で料理を作り、周りで見学していただく形になっております。見学しながら、わからないことなど質問に答えながら進めていきます。パンやケーキは実際に作っていただきますが、手の込んだ工程は一切ございません。とっても簡単に作れるようになっております。で、今現在はこちらのおうちパン講座、あとは離乳食パン講座とロールケーキ講座の3つの講座を行っております。で、おうちパン講座は家で簡単にできるパン作りということで、タッパーで混ぜて冷蔵庫で寝かせて、それであとは朝冷蔵庫から取り出してトースターで焼くだけでできるっていうね、とっても簡単なパン作りになっております。で、離乳食パンも同じように作るので、トースターがなければフライパンで焼くとか、まあそのお家にね対応できるようなパンを作っています。で、ロールケーキ講座の方はですね、季節に合ったロールケーキを作りますので、4月だったらいちごのロールケーキとか、12月だったらブッシュドノエルクリスマスケーキを作ったり、そんな感じですね。で、ルルキッチンはですね、子供連れ OK なので、キッズスペースを用意してありまして、赤ちゃんだったらまあ寝かせてもらっておいてもらってもいいし、こんな風におんぶしていただいてもいいし、こちらのですね、画像のようなキッズスペースの方に入れておいていただいてもう OK です。レッスン日はですね、ブログとかインスタグラム、あとは LINE のメールでお知らせしておりますので、ぜひこちらのね、下に載っているLINE の方、よろしかったら登録していただけたらと思います。で、YouTube でもね、お料理の方をアップしていきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。以上です。